国際シンボルマークバリアフリーは対象者である障害者を含む高齢者等が社会生活に参加する上で生活の支障となる物理的な障害や精神的な障壁を取り除くための施策もしくは具体的に障害を取り除いた事物及び状態を指す用語である設備やシステムが広く障害者や高齢者などに対応可能であることを指してバリアフリーというのは主に アジアやヨーロッパなどの非英語圏で見られる用法で、アメリカやイギリスなどの英語圏では、アクセシビリティと呼ぶ。それに対して、英語圏でバリアフリーというと、単に建物の段差を取り除くことなどのみを示す。主に車椅子の利用者のために設けられた、屋外のエレベーター全室の報告書、バリアフリーデザインでは、所言において、障壁を物理的障壁と、 社会的障壁とに分類しており、社会的な意識の変革が必要だとしている。また、そのような障壁を作り出してしまう原因として、ミスター・アベレージなる架空の人物を図示し、障壁が生み出される要因は、それらの実在しない人々のニーズに応えるように作られているためだと指摘している。ミスター・アベレージは肉体的に最もよく適用できる、 壮年期にある男性の象徴であり、統計的に言えば、少数の人しかこのカテゴリーには属さないとされ、決して障害者や高齢者のみを対象としているものではないことを明らかにしており、ましてバリアの存在を前提としているとは記していない。物理的な解決法を指す言葉として用いられることが多いが、社会生活弱者が容易に社会参加できるように促す概念としての位置づけがある。 東洋語は日本と英語圏では意味合いに差異が指摘されており東洋語にあたる単語としては英語圏ではアクセシビリティが一般的とされている床面に段差を設けずに行き来できるようにした状態を表現する場合が多いが識別が難しいとされる数センチメートル程度の段差を識別しやすくする方法やあえて段差を大きくする考え方もある利用者の場合は 段差には傾斜路の設置で対処する場合が多い。建築基準法施行令の第25条で定める、階段に代わる、傾斜路の勾配は1、8以下と規定されている。階段の踊り場のように途中に、平らなスペースを設けられており、規定で、高さが7 5トルを超える、傾斜路にあっては、高さ7 5トル以内ごとに、踏み幅1 5 0トル以上の踊り場を設ける。 こととなっている。具体的には、施設面ではなどを指す。文字放送や手話通訳、手話放送なども含まれる。都市部における高齢者や身体障害者に配慮した街づくりの推進を図るため、快適かつ安全な移動を確保するための施設の整備等を行うことを目的とした、国土交通省の所轄事業。市街地における道路空間等と一体となった。 移動ネットワーク整備に対して、地方公共団体が行う整備計画の策定と、動く通路、スロープ、エレベーターその他の高齢者や、身体障害者の快適かつ安全な移動を確保するための施設の整備等に、一定の補助が適用される。当概念を講義に適用したもので、観光立国日本を実現するため、法日外国人旅行の利便性、満足度向上のため、 交通機関の掲示板を多数の言語で表示しようとする事業である。英語、中国語、朝鮮語での表示がある字になっている。ただし、英語圏、中華人民共和国、大韓民国において、相互主義で同様の掲示が日本語で示されているわけではない。東日本大震災の復興予算が、被災地以外での言語バリアフリー化に用いられていることが判明し問題となった。 ありがとうございます。